皆さんこんにちは、記憶工学研究所所長の池田義弘です。こんにちは、副所長の田辺ゆかりです。さあ今日のテーマはですね、はい、記憶力を高めると、うん、メンタルは強くなるのかっていうことについて、うん、所長にお伺いしたいと思います、はいはい、あの記憶力トレーニング、僕その記憶競技っていうことでずっとやってきて、いろいろまあ記憶力以外にもいろんな能力がこうなんか養われたなっていう実感があるんですね。でその中の 一番とは言えないけど大きな一つに、なんかメンタルがまあ強くなったっていうか、コントロールできるようになったっていうのがあるんですよ。で僕実はね、うん、あのこう見えてもものすごい内気な人だ、今もちょっとシャイな人なんですよ。内気な人ですよ。内気な人ですよね。めちゃくちゃ人見知りしますよ、ね、そういう、そう、まあ、うん、あとはその緊張しいだしなんですね。だけどマツコさんの脇でトランプ記憶したり、あの明石家さんまさんの脇でなんか記憶のパフォーマンスして、うん、池田先生なんて言われたり、すごいですよね、うん、でテレビで映ってるのは例えばマツコさんと僕2人だったりするんですけど、その向こうのスタジオではもう何十人ってスタッフがいたりするわけですね。でその中で記憶のパフォーマンスを成功させるっていうのはなかなかメンタル的にですね厳しいもんがあったんですね。厳しい、絶対嫌だ、うん、絶対嫌です。私もそんなところ行ってこんなやるの、そうすごいですね。で、うん、であの中学生高校生なんて頃はもう本当に緊張しいだったので、もしタイムマシンがあったらですね、その頃のあの時代に戻ってですね、お前大丈夫だよ、そんなね緊張してガタガタしてるけど、お前将来マツコさんとか明石家さんまさんの脇でトランプ記憶やってんだぜとかって本当に言いたいぐらいですね。そんなどんな子供だったんですか。どんな子供、いや なんかね自意識過剰でこうシャイで内気な、みんな僕のことを見てるみたいな、妄想に駆られるみたいな、みんな見てる、まあでもまあそんな感じでしたね。自意識過剰って、自意識過剰、うん、まあね。だけど今いろいろこう記憶のことを研究したり勉強したりしてくると、なるほどなと思うわけですよ。やっぱりそれには理由があったなと思うんですね。でつまりそのメンタルと感情と記憶力ってものすごい密接に関係していて、そのあまりにも感情が不安とか緊張があると記憶ってできなくなっちゃうんですね、うんうん、で記憶競技でやっぱり結果を出すためには記憶しなくちゃいけないじゃないですか。そういうトレーニングで記憶力のトレーニングをしているうちに、結果として記憶力が上がったってことは、つまり感情のメンタルのコントロールをできるから記憶できたってことになるので、それがつながったと思うんですよね、うん、だから本当にそのメンタルのコントロールがつながってる、上手くなったっていう気がします、うん、あの副所長はなんかメンタル的な記憶に関わってから何かあります？なんかね、ないような気もするんですけどね、うん、でもね冷静に考えたら、初めて記憶法のその講座に出た時に自己紹介させられたんですよ、うん、大勢の人の前でね、一、うん、人ずつ、うん、ものすごい嫌だったんですね、うん、もうね口から心臓が出そうなぐらい、もう、まあ、今もそんなに自己紹介とか好きじゃないですけど、けどなんかね10年ぐらい経って同じような講座に出た時に、うん、同じシチュエーションになった時に、うん、全く緊張してない自分がいて、うんうん、あれ変わったなって思いました、うんうんうん、それが一番なんかあれ、もっともっと私人前嫌だったし、うん、緊張して、うん、あの口が乾いて、うんうん、唇くっついちゃってね、喋、うん、れないとかね、そういうことがあったのが、うん、案外大丈夫になったりとか、うん、そういうまあ緩やかな変化はあったかなと思います、うん、なるほどね。ただ、うん、瞬間記憶パフォーマンスやるんですよ、うん、瞬間記憶パフォーマンスとは何ぞや。人前でね、その記憶を人様にお伝えするときに、うん、あのまあパフォーマンスしてみせるんですけど、うんうんうん、その時にね、まあ、ほとんど大丈夫なんですけど、うん、あのね、こうね、メンタルがねちょっとね、うん、変な時は失敗します、うん、あ、そうそう、だからやっぱりつながってんですよ、うん、記憶力とメンタルってつながってるので、だからそういう意味でも逆に言うと、じゃあ記憶力を鍛えましょうって話なんですよね、うん、で記憶力として、記憶力っていいところはこうなんていうの、定量的に今度いくつ覚えられた、いくつ覚えられて、記憶量が目に見えてわかるじゃないですか。でそれってじゃあ覚えられた量に比例して、メンタルもだって緊張や不安があったりしたら覚えられないってことなんだから、メンタルもコントロールできた結果とも言えると思うんですよね、うんうん、本当になんかね、受講者さんなんかもね、うん、あのトレーニングしてると、
やっぱりちょっとでもマイナスのことを思うとね、うん、たちまちバーって覚えてたものまで忘れちゃうみたいなことが起こるので、うんうん、すごくねメンタルと密接に関係してると思うんですよね。で今回はそこまで言及しませんけども、多分それって集中力の関係性ともあると思うんですよ、うん、ですからちょっと集中力はまた別の回に、記憶力と集中力の関係ということでお話しさせていただきたいなと思います。今回は記憶力を鍛えるとメンタル強くなるよっていうお話でした、うん、はい、はい、まあね、ぜひね皆さんも試してみていただければなと思います、うん、ということで今日はこんな感じで終了いたします、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。